エリク11世の破壊し13世紀に損傷を受けた、エリク11世と思われる共造エリク・エリクソン、下も連れのエリク、または、ピッコ者のエリクは、エリク家最後のスウェーデン王。エリク・エリクソンは、スウェーデン王、エリク・クヌートソンと、デンマーク王バルデマー1世の娘リキサとの、愛の子である。三百二十年代前半に書かれた、エリクの年代記によれば、エリクは、足が、 部分的に不自由であった。生まれた時にはすでに父エリク10世は死去しており、エリクが15歳になるまでは、エリク家のライバルスベルケル家のヨハン1世が、スウェーデン王位についていた。この状況について、ローマ教皇パスカリス2世は、エリク・エイリークソンの即位を希望していた。1222年に、ヨハン1世が死去すると、エリク・エイリークソンは6歳の若さで、 エリク11世として王位についた。幼少の王に代わり、司教やクヌート・ホルム・イエルソン、ウルフ・フォースら一部の大貴族が、後見人会を構成して、実権を握った。1229年、エリク11世は、反乱を起こしたクヌート・ホルム・イエルソンにオルストラの戦いで敗れ、叔父のバルデマー2世が支配するデンマークへ亡命した。クヌート・ホルム・イエルソンは1231年に、 クヌート2世として即位したが、間もなく1234年に死去した。クヌート2世の死後、エリク11世は福井市、ヤールのスーネフォルケソンとスベルケル家の王女、ヘレナの間の娘であるカタリーナと結婚した。一般には、エリク11世には、子供がなかったとされるが、一部の資料によれば二人の、娘が生まれたがほどなく死んだという。エリク11世は1250年に死去し、 ベステル・イエートランドのバーンヘム修道院に葬られた。エリク11世の姉インゲボリは、1236年にフォルクング家の出身で、スベェルケル家の血をも母方から受けるビル・イエル・ヤールの最初の妻となっていた。そしてその長男バルデマール1世は、エリク11世の死後スウェーデン王に即位した。ビル・イエル・ヤールは、1266年に死去するまで、摂政として王国を支配した。 詩人一覧は、エリク11世の宮廷詩人の一人として、オラブトールズソンの名を挙げている。ありがとうございます。